こんばんは。この前ですね、大学入学共通テストがありましたね。数学の問題の第3問に確率の問題が出てました。今回はその確率の問題をシミュレーションで解いてみたいと思います。ということで問題がこちら、箱の中にねカードが何枚か入っていて、それぞれにアルファベットが書いてます。その中からカードを1枚だけ取り出してアルファベットを確認して元に戻すっていうものを何回か行うってやつですね。で、その問題のカッコ3番、箱の中に ABCD のカードが1枚ずつ全部で4枚入ってる場合を考えます。太郎さんと花子さんは6回目でちょうど ABCD が全部揃う確率について考えます。で、解き方の流れがいろいろ書いてあって、以上のように考えることによって6回目の試行で初めて ABCD が揃う確率はこうなるということがわかるっていう問題ですね。この問題の解き方は知らないんですけど、太郎くんと花子さんがやってる操作を実際に行うシミュレーションを作りました。まあランダムに ABCD のカードを出していって、ちょうど6回目で ABCD が揃った時だけ成功として回数を数えてます。で、全体の試行回数とその成功回数から確率を出してるって感じです。これが成功した例なんですけど、5枚目までに C 以外のカードが全部出て、最後に C が出ることによって6枚目でちょうど ABCD が揃ってます。ABCD が揃っていたとしても5枚目までに ABCD が揃ってしまうとこれは失敗になります。はい、20回やってみると成功した回数は2回で確率は 0.1 10% ですね。じゃあ本番いきます。この作業をめちゃくちゃたくさん繰り返すんですけど、今回はなんと1億回やります。1億回すべて1回1回画面表示するんじゃなくて、10万回おきにね画面表示することで、そんなに時間をかけずに終わらせることができました。じゃあここから早送りするんですけど、答えはね分数になっているので、それを小数に戻して比べます。さらに両方ともパーセンテージに戻して 0.05% 以内の誤差なら正解とします。正解したら僕の勝ちですね。高評価をお願いします。不正解だったら、低評価押してください。はい、1億回やって結果が出ました。確率は 0.14654 なので 14.65% ですね。じゃあ共通テストの答えを確認してみます。まだ僕ね見てないんで今から確認します。確認しました。答えは512分の75、つまり75ある512はじゃじゃんと 0.146484 ってことは、四捨五入したら 14.65% で完璧ですね。僕の勝ちです。